今回は、まあ、マイナーペンタトニック、ペンタトニックのフレージングってちょっと動かすだけでもフレーズを倍に増やせるよというふうな話をしておきます。というのはですね、そのコピーするときにもちょっと理屈を知ってるだけでも非常にコピーしやすくなるということはあるので、そういうことをちょっとやりますね。さっき弾いてたのはちょっと後で説明しますけど、スタンリー・タレンタインとか、ケニー・バーレルっていうような、すごいソウルジャズというか、ブルージナの弾く人がよく使う、ちょっとペンタトニックなんで、いわゆる普通のペンタトニックスケールとはちょっと違うんですけど、まあ、それでも考え方はね、同じでできるので、先にそちらのね、考え方、フレーズが2倍に増やせるというのはどういうことかっていうふうな話をしますね。例えば、Gマイナーペンタトニック。1度、単3度、4度、で5度、でからフラット7、ルート。これは G マイナーペンタトニックですね。マイナーの音型になっています。で、これっていうのは実はこの形ですね。この形を単3度した。これ1度。で、これ、ここが単3度ですね。まあ、わかりにくかったら3つ下げるってやってもいい。そうするとこれどうなるか。これは1度、単3度、4度、5度、で、単7度、で、ルートでしたね。それが同じ形で持っていくと、6度、ここが、ここルートっていうふうに考えるとね、6度、ルート、2度、3度、5度。ね、音型は同じ、それをシフトしただけで、これはさっきマイナーペンタトニックだけど、これはメジャーペンタトニックっていうふうになるわけなんですね。なんで、楽器奏者はよくそういうことをやるんですね。進行を弾いているので、例えばこのさっきのね、ちょっと、みたいなの弾いてたと思うんですけど、多分ね。これって、わかりますかね？これ平行移動しただけなんですよ。なので、そういうペンタトニックとかね、こういうものを使うときに、マイナーのものをこっちに単3度下にすると、メジャーに変更できる。まあ当然メジャーのものをメジャーのフレーズを単3度上げたらマイナーにできるっていうのはよく使えることなんで覚えておいてください。はい、では先ほど説明したマイナーのフレーズというか、まあこういうフレーズを単3度動かすとメジャーのフレーズとしても機能するというのがあったんですけれども、先ほどの動画でねちょっとあれなプレイだったんですけど、同じ音型のものをこういうふうに単3度下に動かしたの分かったでしょうか。そしてあれは一般的なペンタトニックスケールとは違うんですね。マイナーペンタトニックスケールというのは1度、単3度、4度、5度、セブンスでしたね。なんですけど、さっき弾いていたのは、1度、単3度、4度、フラット5、セブンスという、ちょっとね、ペンタトニックなんだけど、5度がフラット5になっている。まあ、ブルースケールみたいな、みたいな感じではないんですよね。まあ、こういう風な形になっている。そしてそれを、まあ、ちょっと平行移動して、みたいな形で弾いたんですね。で、これはちょっとさっき話しましたけど、スタンリー・タレンタインとか、グレートのサックス奏者ですけど、まあ、僕はなんで覚えたの？ケニー・バレルとか、あとキャノンボール・アダレイとか、そういうソウルジャズの、そのジャズの人でもすごいブルージーに弾く人たちがよく、使っているスケールっていうか、使ってるっていうかね、これあんま良くない。スケール使ってるっていうよりは、その弾いたものが結果的にそのスケールになってるっていうふうな感じなんですよね。
まあ、ちょっと、そこら辺は難しいんですけど、なんていうか、スケール適当に弾いても、何もらしくならないのは、それ言語なんで、そのフレーズを覚えなきゃいけない。でもそのフレーズっていうのは必ず日本語でも文法に基づいてるじゃないですか。だから、そういう元になるスケールっていうのは知っておくといいですね。めちゃくちゃ耳がいい人だったら、そういうスケールとか、そういうの何にも知らなくても弾けるようになる人もいるかもしれないです。僕は見たことないけど、いるかもしれない。ただそれ別に理論って単なるツールなんで、ただ傾向ですよね。そういうような傾向があるよっていうのを教えてくれるものなので、知ってると格段にコピーはしやすくなるんですよね。だから普通に凡人の人は、やった方が、知ってた方がいいと思います。僕は凡人なので、スケールも何も勉強で困ったことっていうのは一つもないので、勉強でなくなるような個性、で、G 分かったから個性なくなるのかぐらいのことなので、特にね、僕たちが、自国でやってる音楽じゃないのでって思いますけど、まあ、考え方はいろいろですね。まあ、コピーしてその漢字を掴んでもらえるといいかなっていうふうに思います。まあ、リズムがね、ちゃんとならないとダメなんで難しいですよね。で、まあ、ちょっと話を戻すとですね、ケニー・バレルとか、そういう人たちがやるのっていうのは、この5度が入ってないことで、ちょっとね、オールドタイムというかね、ソウルフルな感じになるんですよね。こういうね。1度、単3度、4度、フラット5、セブンス。そして、先ほどと同じように、これをね、こっちにね、単3度同じ音型でいくと。これだと、ここが G がルートなんで、まあ、実際には6度、1度、2度。まあ、これ実際にはマイナーになってないんですけどね。まあ、本当だったらマイナーになるようなスケールなんですけど。で、ここが単3度で5度っていう風になってるんですね。まあ、なんで、元になるマイナー系のもので、これは必ずしもこっち移動したものがマイナーになってるわけじゃないんだけど、この単3度移動するっていうのでフレーズを増やすみたいのは、サックス奏者とか、まあサックス奏者、ギタリストが一番得意だと思いますけど、平行移動できるので。なのでそういうのを覚えておくと便利だと思いますね。その自分でその1個覚えたフレージング、きっちり弾けるようなタイム感になったら、例えば、どうしましょうかね。こっちの G で。って言うんだったら、これをじゃあ、って弾けるんだったら、こっち持ってて。ね。こういう風に機能するんで、それだけでもアドリブやったりするときに楽しくなると思うんですね。なんで、いろいろ実験してみてください。で、これは一応そのブルースというかワンコードでずっと G のミクソリディアン G7 音に基づいてるので弾いたんですけど、ちょっとね、難しいと思うようなことをしてるかもしれないですね。で、これは G ミクソリディアンっていうのは C メジャースケールのソから始まった。ここから始まったやつですね。で、これはダイアトニックスケールで1音ずつ飛ばしていったら、っていう風にコード作れるっていうのがあるんですけど、まあそういうブルースとかで使われる、セブンスコード、まあ今ナインス弾いたんですけど、そういうコードね、の時にそのミクソリディアンっていうのを基づいて、自由に弾くことができるってやつですね。もちろんここで僕が今やってたようにブルージーに弾いてもいいし、で、途中で、3度のダブルストップっていうのを使ってるんですね。ダブルストップっていうのは、和音は一応3和音じゃないと成り立たない。まあ、そうですね。英語だったらダイアドとか言ったりしますけど、2音のことね。で、それを、3度、1、2、3と、その G ミクソリディアン、ここ G から考えると、こういうね。みたいな。3。こっから行ったら3つ。こっから行ったら3つ。みたいなのをね、弾いてます。多分ね、こういう風に弾いてると思うんですけど、弾いてないかもしれないです。
ちょっとね、注意するのは、このクロマチックアプローチはね、ブルージーなもんでよく使うんで覚えておくといいですね。そうすると本来ここね、B フラットとかっていうのは入ってない音なんですけど、ブルーノートスケールって、ブルースケールですね。あっちで言うブルースケールは、このマイナーなんで、ブルースはこのマイナーのものが入ってるもんなんで、そこでちょっとね、っていう風に弾いても、サウンドするようになっています。なんで、このダブルストップとか覚えておくと、いろいろ演奏も楽しめると思います。あとはそうですね、あっち側ではやってないと思うんですけど、とか、ワンコードだったらこれね、これって、E マイナー、D マイナーっていう風に、コードを動かしてもいいです。で、これはモードっていう風に考えちゃうと、そのね、G ミクソリディアン上にある、トライアドとか動かすことができるんですね。まあ、その、バークリー的には、やっちゃダメとか、そういうようなものとか、いろいろあるんですけど、ブルースだと、その、金属、いわゆる金属になってるようなことも使うことがあるので、まあ、機会があれば話しますけど、まあ、フレーズを覚えた方がいいと思いますね。ドリアンとかは、その、本当だったらドミナントセブンスとかね、ハーフディミニッシュとかを使わない方がいいとかね、そういう場合はトライアドにした方がいいとか、いろいろあるんですけど、まあ、いろいろあるけど、やってる人のが、正しいのでね、それをコピーされるといいかと思います。まあ、こういうね、こういう、もともと G ミクソリディアンの中のトライアドですね。要するに、だから C メジャースケールのダイアトニックと同じものを使うことができる。できるんだけど、注意しなきゃいけないのは、その機能をするのはちょっと別ってことです。別っていうのは何かっていうと、これね、例えば、こう弾いたら、なんていうかね、かっこ悪いというか、ほとんどないんですよ。ほとんどない。ちゃんとコピーしたらわかると思うんですけど、こういう風にブルースの人たちがコードを動かすってことはないんですね。で、それは、展開系にしている方が圧倒的に多いですし、例えば、とかね、みたいなのとか、こういうのはやっぱりタイム感も含めてね、コピーしないと、うまくいかないんでね、これとか、ぶつかるんだけど、わざとぶつけて一瞬で解決するみたいなのもあったりするんです。ブルースピアノとか。なんで、そういうものをコピーされるといいですね。このね、一応僕はこれ今、ね、E マイナーと D マイナーっていう風に言いましたけど、まあ、コード的にはね、G6、それと G7 の、ナインス。っていう風に解釈しても全然問題ないです。これはね、とか、ブルースだったらティーボーンウォーカーとかね、あとはロックンロールか、チャックベリー聞かないですよね。チャックベリーはすごくギター上手な人ですよ。ハバナムーンとかね。ああいうようなのでも使ってますね。これはね、実はモダンなやつでも使ったりします。なのでね、こういうよく使う、ブルージーのもんでよく使うようなね、モードっていう風に考えて、まあ、バークリー的に言うモードとはちょっと違うというか、結構いろいろむちゃくちゃやってるように見えるんですけど、まあそういうのに使えるものって言ったね、その展開系使ってやっていくとか。まあ、他にもね、とか4度のダブルストップ。4度っていうのはこれ1、2、3、4ですね。ミクソリディアン上の4度のもの。まあこの形覚えちゃった方が簡単ですかね。とかで使ったりしますね。あとはね、モードでやるんだとね、これとかやるかな。これちょっとね、今トラック変えちゃったんであれなんですけどね。これは基本形でなぜか。やったりしますね。
そういうようなものもね、コピーすると出てくるので、なんだろう、鍵盤だと、ラムゼイ・ルイスとかがね、やりますね。もちろん、ハービー大先生もやりますけど、ね、こういう G7 弾いて、全部 G7 弾ってる中で F メジャーとかね、って思われると思うんですけど、まあ、結構普通にね、やったりするんで、面白いと思います。研究されるといいと思います。機会が、なんか動画でちょっとラムゼイ・ルイスのフレーズやったことあるような気がするんですけどね。またやってもいいかもしれないです。まあ、いろいろね、ブルージーなものっていうのは、フレーズそのものは、なんというか、簡単であっても、タイムが難しかったりするので、たくさん聞いて、ぜひ楽しんでください。